藤海と愉快な仲間たち前編。さあ皆さん、うん、大変長らくお待たせいたしました。大変長らく今日のゲストは興和所属の美人プロゴルファーの竹村誠さんです。どうもよろしくお願いします。ようこそ SBS へ。いや実はね、岡山でね、はい、山陽放送で、阿藤海と美人はつかないんだけど、あの女子プロゴルファーとの楽しいゴルフっていうのが番組があって、うん、それをやってってね、はい、一番最初のゲストが竹村さん、うん、はい、お呼びいただいて、で、あ、なんつっても、はい、なんつってもその、あの日本一というか世界一美人プロゴルファーと言われて、この人がプロゴルファーかと言うんで、ね、いや、麻藤さんもね、もうずっともう言ってたんですよ、うん、もうこの 2,3 ヶ月ずっと言ってましたよね、うん、ゲストが竹村さんがね、そういらっしゃるっていうのをね、はい、前々からお聞きしていたんですが、ちょっとじゃあ、 あのプロフィールを、はい、ね、初めてという方もね、うん、いらっしゃるかもしれませんので、プロフィールを紹介させていただきます、うん、竹村誠さん、1990年5月11日生まれ、大阪府大東市出身、身長は157センチ、血液型 B 型、所属契約は興和です。2004年には全国中学校ゴルフ選手権で優勝、うん、2005年には日本ジュニアゴルフ選手権競技で優勝を飾るなど、学生時代から注目を浴びています。その後、日本女子プロゴルフツアーにて数々のローアマチュアを獲得するなど活躍を見せました、うん、2009年7月には LPGA のプロテストに合格、うん、そして今年レギュラーツアー、ステップアップツアーに現在参戦中ということです。そうなんですよ。でね、俺すげえ気がついたことがあってね、はい、あのこの人たちは何なんだと思ってね、はい、ティーアップして打とうかなっていう時、爪見たらね、はい、すげえ爪してんの。今日見せてもらういいですか。はい、ほら、うわー、これもう夏に合わせて綺麗に、すみません、カメラの方じゃいます。水色のネイル、ネイル、ほら、で水色だけではなくて、すごくすごいでしょ、ゴールドのネイルもありまして、これはどういう風な、まあ、今夏なので、はい、夏しかできないネイルをしたくて、ブルー、はい、これでティーショット打てる。打てますね。あの、もう最近皆さんも結構長めで、女子プロの方も、いや、そうそう、それから以降ね、はい、竹村さん出てもらったでしょ、はい、1回目2回目、はい、出てもらって、その後もプロゴルファーの方来てくれて、前田陽子さん、はい、うちの番組出ると結構あの縁起がいいんですよ、はい、この間優勝しましたし本当にあ、そうしてましたよね、すごい、うん、してました、してました、うん、それでみんなあの爪を見せてもらうんです、はい、女子プロゴルファーの方の、みんなすごいよね。あ、みんな綺麗に、結構凝ってますよ。お前私はシンプルに、美人はつかないけど女子アナは どうしたんだよ。はい、SBS の女子アナもちょっとだけやってますが、お上品な感じで、はいはい、いや、そんなこと言わなくていいですよ竹村さん、そんなこと言わなくていいです。いや、いいです、お上品ですって、お上品、初めて言われましたそれで、あの、はい、あの疑問に思うじゃん、こうなんか触れるのとか、はい、そうですね、で爪は割れないのとか思うじゃん、うん、そんなのそのまましてたら割れちゃうんじゃないですか。結構地爪が強いというか、強くなりまして、なった、やってるうちに、なりました、うん、そういうちゃんとケアできる、うん、売ってるんですよ、そういうもの、あのネイル、爪を強くするみたいな。もうやってるそれ。ダメだなぁ、目はなぁ私に振られると思わなかった。だってそのくらいだってやりっぱなしじゃダメでしょ、はい、まあ、たまにこうでも傷んできません、やっぱりずっとネイルやってると。いや、ね、すごくね、乾燥してくるんですよ。そうですよね、表面とか乾いてきますよね。え、どういう風な、何かケアする商品ですか。あるんですか、そんな。ディープセラムっていうのが、はい、ありまして、ディープセラム、番組でもやったディープセラム、はい、あの、それを使うんだって。あ、そうです、そうです、ディープセラムという、今なんて言った、興和さんから。そうなのよそうなんですよね、はい、だから、はい、それ何、はい、竹村さんがネイルやってたからその商品ができたの、はい、いや、もう私が出たからではなくて、うん、もう開発されてたんですね、もともと、はい、もともと。じゃあ女子プロはネイルするぞっていうんで作ったんかな、興和。いや、爪の弱い人が結構いるらしくて、いるらしくて売れてるみたいですね。じゃあプロゴルファーの方だけじゃなくて、はい、お前もだからあれだよ、やんなきゃダメだよ。いや、そうなんですよ。なんて言いましたっけ、ディープセラム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 。いや、今本当に雑誌などにもよく取り上げられていまして、うん、爪、そう、私も雑誌では見たことあるんですけど、あのこの今後ぜひ使ってみたいなと思っていて。実際上どうなんだってあるもんね。そうですね、効果はね、はあ、どうなんだとかね、実際使ってみてやっぱり強くなりましたね。っっね、やっぱり折れないですね。今まで
浮いてきたりとか、なったり爪が、はい、先がこう割れたりとか、浮いてきますよね。浮いてきます。でもあのやっぱ爪の調子がいいので浮きにくいですよね、はい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 、割れにくいし、そういうことなんですよ、それに俺まずね、あの番組やり始めびっくりして、もう何みんなこうやってすごいんだと思って、ゴルフの前に まず手元を見て、そうそう、手元見て、爪が皆さん綺麗だ、すごくない、いや綺麗に施してありますよね、地爪なんですよ、全然折れなくて、あ、地爪で、ほらすごくない、だからこれびっくりして、今グローブもあるもんね、そうですね、先っぽが切れてる、切れてるな、そう、それ私も知ってます、何お前なんで知ってんの私もね1枚持ってます、持ってる、持ってます、あれ特注だろ、そう、あれね、あれ最近ですかね、最近ですね、じゃあ女子プロの方がみんなこう爪を、ね、はい、ネイルやるんで、そうですね、でこうみんなこうあの爪のとこまでかぶんなくて、ちゃんと、ね、途中半分まで切ったみたいなグローブをみんなしてて、そうなんですよ、なんじゃこれって言って、まあ、あのゴルフの番組が多い中で、はい、あの山陽放送の俺の番組しかないと思う爪紹介してんのゴルフの番組ですよね、あれあくまでゴルフの番組だから、始まる前にどうも何々さんですとか言うじゃん、重永プロですとか言うじゃん、ええ、とすいません、気がついたことがありまして爪見せていただけますかって言って、まずそれから始まるのまず爪のチェックから、そう、はそっから始まるの、だって面白くない、だってこうやってやってあの大会でもこうグリップしてあれしたら、ね、あこの人誰だってわかるよね、きっと、あ、そう、そういう時代になってきたんですかね、だんだんこう細かくなっていくと思う、うん、いや本当にでも女子プロの皆さん、うん、あの私もよくゴルフの中継なども拝見しますけど、うん、やっぱりファッションのファッションもな、ファッショナブルなんで皆さん、だけど157センチだよねえ、すごくあの重永より全然痩せてるもんな、いえいえ、重永デブはっきり言わないでください、重永痩せてって思ったらデブやっぱりゴルフ始めたからかな、何でもしてる方いらっしゃいますもんね、なんて痩せてんじゃん、そうプロの方がね、うん、私こんなに華奢だと思わなくて、な今ユーストリームをご覧の方は驚いてると思うんですけど、何やってる方ってな、そう肩幅もだからすごく狭いですし、むしろあの女子アナの方って言われて、いやそうこっちは何こっち何こっち女子プロプロレスラーみたいな言い過ぎでしょで同じ、そうそう、考えてみたら、それぐらいでキャシャなの、同じ大阪生まれだね、そうなんですよ、全然出ないの大阪弁、いや喋れ言われたら私喋りますよ、あまあじゃあ後でほっとっとくか、ね、取っとくかで、あのプロフィール紹介していただきましたが、はい、ね、ゴルフをやろうと思ったのはクラブ握り始めたのは何歳からなんですか、9歳ですね、9歳、小学校3年生、小学校3年生、え、何かきっかけがあったんですか、はい、やっぱり父がゴルフ大好きで、お父さんだ、はい、父の勧めで、え、行ってみようって、その時のこと覚えてますか、あの私3人姉妹で次女がいて、うん、次女はもう最初にやってたんですけど、うんうん、それでまあ一番上、私一番下です、下か、はい、じゃあ一番だからお父さん可愛いの一番下って、はい、そう本当だって、そう真ん中はね気が強くてしょうがねえの私真ん中、あお前気が強い、だから契約でも頑張ってこれたんだからこいつ契約だったんですよ、契約社員から正社員になったんですよ、あそうなんですだから伸び伸びし社員気が強いんでね、そう真ん中気が強いんですよ、ね、で上の大体そうですよ、姉ちゃんはぼーっとしてんですよ、はいマジに、ね、2番目強いんですよ、で3番目は両方見てるから塩梅よく生きるんですよ、あそうなんだ、上手に、でお父さんはすんごい可愛がるんですよ、一番下、はい、そうなんだ、ね、甘やかされて、甘やかされたでしょ、さあ誠行くぞとか言ってゴルフ場、はい、練習場、まず練習場でしょ、だってまず練習場で打ってみろとかなったんですか、そうです、打ちなさいってなって、お父さんもうクラブセットもちゃんと買ってくれて、はい、揃えてほら、え、お子さん用のっていうことですか、そうですね、子供用の、3歳だから、はい、3年生だから、3年生だから、うん、子供用の、へえ、揃えてくれて、うん、これでやってみなさいと、まあ、でも揃えてもらうと嬉しいよね、やっぱ嬉しいですね、ね、なんか私のものみたいな、自分専用みたいな、ね、はい、あ、もう本当に誠さん専用で買ってくれたんですか、でもその頃結構前だったので、うん、あの大人のクラブを短く切ってたりとか、今ほどちゃんとしてるものではなかったですけど、へー、それで打ってみた、打ちましたね、うん、どうでした、何にも習わずでしょ、え、最初は習わず、お父さんにちょこちょこって言われるぐらい でお父さんの振ってるのを見て、はい、あとお姉ちゃんもやってたので、こんなふうに見よう見まねでやってみればいいかと、はい、だ打ってどうだったんですか最初、いや全然当たんないです、難しいですもん、はい、そうですよね、女子プロの方から難しいですもんって言われて難しいです、難しかった、当時のことを思い出すと難しかった、難しかった、お父さん何て言ってました、
でもコツを覚えるのが早かった方早いあそれからこういうふうにやれ、こういうふうにやるんだよって言われて、はいはい、飲み込みが早いそうですねだって小学校3年生で始めて中学校も 大会出てんだよもう、うんはい、そう全国中学校ゴルフ選手権で優勝ですからね、うん、ということは6年のね、3年の3年だから6年しかないもんねその間ね、はいはい、じゃあめきめき上手くなったそうですねやっぱ、うん、子供の頃はその覚えるのが早いんでしょうねやっていくうちに面白くなった面白くはなかったあでもやっぱり気持ちいいですよね当たるとあのまっすぐ当たると、はい、ちなみにこの2004年のねこの中学校ゴルフ選手権で優勝した時はスコア大体どれくらいで回られていたんですかアンダーですよね、はい、アンダーだね70いや 60代もあったはい72、69とかああ72が大体はあの2日間あるので大会2日間なので、はい2日間もやるはい真夏に担いでたんですよあ自分ではいジュニアの時は担ぐんですジュニアそうだよキャディーさんがいらっしゃるっていうわけじゃなくてなしなし、はい、担いで目つちしてやってました、あのこう袋持ってそうですそれで行って打ったらこうやって芝取ったら、うん大変だったでしょ大変ですよねそれでしょ今考えたらよくやったなと思いますよねその頃はなんだろう大会出ると面白かったですかまあ、いろんな全国から集まって子供たちが、はい、友達もいたのでなるほどすごい楽しかったですねあ、はい、その頃じゃお父さん嬉しがってたでしょそうですね嬉しがってましたなんだよ誠があんな上手くなっちゃったよみたいなもうお父さんも鼻高々ですね、はい、そりゃそうだよ、はいそうですねそしてねプロテストにも合格されているということですけどやっぱりトッププロになるにはね中学で大体取って、はい、取ってそれで高校行った高校行きました高校行って高校でジュニア、はい、高校の時はもうトーナメントばっかり出てて、うん、もうジュニアの試合は出てなかったですねそれでこのローアマチュアとかあトーナメント行っちゃったんだはいへプロのはいアマチュアですけどプロのトーナメントに推薦で出させていただいてやっぱり重永美人は得だな違いますねなあ重永、強調しすぎだから泣けてくるいやいや泣かなくていいけどだからツアー出してもらえるじゃんあそっかまだ高校生ですけどもう先駆けだね今のその意味で言うと今のねアマチュアの子いっぱい出てんじゃん今ね、はい、ね全米もあの中学生が行っちゃったりとかね、そうですよねそんなさ竹村さん先駆けだねいやでも私の前にはもう宮里愛さんとかも愛ちゃんもいたんだアマチュアで優勝されてたのでその姿を見てああそれでじゃあ愛ちゃん出て優勝しちゃったりなんかしてどんどんだからアマチュアが参加するようになったのね、はい、プロのトーナメントに出れるようになってきてそれ最初だってプロのだって手は大きいし全然違うでしょ、うん、いや全然違います、ね、感じましたどう感じましたまずまあ自分はもう中学校3年生で初めてプロのトーナメントに出てほら3年生だよはいその時は予選取った取りましたすげえ、ローアマンを取って取った初めて出てやつではい取って、うん、でもやっぱりもう周りの方がすごい大人 で、うん、で自分は毎日学校の行き来と練習場の行き来だけだから、うんうん、そういう大人の中で囲まれて、うん、やるのはすごい最初は新鮮というかそうだろうね、はい、でもそこで生き生きできたらいいねそうです ねだっていい成績出さなきゃだって予選通らないわけだから、はいそうですね、プロでも予選落ちるわけだからアマチュアも同じだもんね条件は、はい、同じツアー出たらその条件は全くもうプロはあんま関係なくだからワンアンダーがギリギリカットですって言ったらそこまで行ってなきゃアマチュアでも落ちるわけだからアマチュアだから OK じゃないから、だから大変なことだよそこプレッシャーあったんじゃないですかいやでももうまだ中学生高校生とかアマチュアなので、落ちても当たり前みたいな、まあ、当たって砕けろみたいな気持ちだったのでまだそのモチベーションでいけない、はい、気楽な気分があんまあったかな、はい、それでもまあでもうまくいっちゃったわけだから、はい、やっぱその頃にもうだからプロになろうかと思いましたそうですねトーナメントで出させてもらってる時、そうですね高校生とか中学生ぐらいにはもう、プロの道へと行こうかとあのお父さんにその道をもうレールが敷かれてたので、はい、この次だって高校出てどうしたんですかその後高校出てすぐプロテスト受けてもはやはいへで高校で受かったんですかもうはい卒業してすぐで
すごい、はい、トントン拍子じゃん。就職試験みたいじゃん。あ、そう、就職試験に通れたっていう、はい、しかもエリートコースですよ。だってエリート大変だよ、プロプロ、あの、いや、そんなに簡単じゃないと思いますよ。今さらっとおっしゃいましたけど、いやー、あ、すごい、プロテスト1回でじゃあ合格でしょ。はい、すごいじゃん。1回一発合格ということですか、うん。だって20人ぐらいしか受かんないもんね。そうですね、1年で20人、1年で20人ですか、うん。いやー、まだまだ竹村さんにいろいろお話伺っていきたいんですけど、うん、はい、この後また聞きますよ、うん。その前に1曲お届けしてもいいです か、はい、どうぞ。グリーンの扉。阿藤海と愉快な仲間たち後編。今日のゲストはコーア所属の美人プロゴルファー竹村誠さんです。後半もゴルフの話をしていきましょう。美人すぎるプロゴルファー。そうですね、美人すぎる、すぎる、すぎちゃうね。で、重永見ると、はい、竹村さん何やってる方ですかって、あの、普通、表に出たら焼けるじゃん。そうです、日焼けなの、重永の焼けてないよ。そう、私相当焼けてますよ。この夏本当にロケ焼けしてるんですけど、うん、いや、あの、私も実はゴルフを、じゃあ大阪同士で大阪弁でやってみてください。いいんですか、うん、いいですか、大阪同士ですか。あの、私ね、ゴルフ歴2年ぐらいなんですけど、ドライバーもね結構曲がるんですけど、もうお肌も結構曲がってるんですね。曲がり数なんですよ。33ですから。33歳になったばかりなんですけど、はい、このお肌の手入れどうなさってんのかなと思って教えてもらえます？やっぱり紫外線が強いじゃないですか、ゴルフって。あとずっと外にいるので、はい、もう日焼け止めは何回も塗り直しますね、はい、汗で落ちたらすぐ、はい、みたいな。もうずっと塗ってる。ハーフターンぐらいですけど。ハーフターンでまた塗る。ハーフターンぐらいで塗り直して、はい、朝塗ってハーフターンで塗って、あとは日傘はもう絶対打ったらすぐ日傘に入る。あ、打ったらすぐ日傘。それだ、重永、はい、日傘持っていってなかった。ゴルフ中やってないんですか。いや、やってないです。こいつそんな暇がないんですよ。曲がったりするから。むしろ走ってます。みんなに追いつけと思って。追いつけと思って。めちゃくちゃ走ってます。あの、曲がっちゃうから。そう、曲がっちゃう。暇がなくて面倒くさくて。そしたらもうお肌も曲がっちゃった。誰がや、おい。全然でも大阪弁出ないですね。全く出ないですね。敬語で話すと出ないんですよ。やっぱり大阪弁って。
タメ語の方が出やすくない？タメ口じゃなきゃダメなんだ、ねね、なんでなんとかな なんでやねんが出たじゃないですか俺があのヘッドアップばっかりしてたん、そしたらなんでやねんって言ってた、言ってたんですか俺ヘッドアップ、番組でヘッドアップばっかりしてたヘッドアップばっかりしてたらなんでやねんそうでしたっけ一応そうそうそう、それぜひその一言聞かせてもらうことできるんですかね、なんでやねん、はい、あの今聞いてる SBS ラジオのリスナーさん、うんうん、ユーストリームを見ている方のために、うん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 、一言なんでやねんもらってもいいですか、なんでやねん、あいや、まあ、いいじゃないですか、ほっとします、あんまり言うことないんで、ないですよね、恥ずかしいですね、軽くですねこれ来てまして、はい、あの竹村誠プロ 7,8 年ぐらい前からファンです、ありがとうございます、すごいですよ、竹村三姉妹の三女なんで、はい、これよく知ってるでしょう、ご存知ですね、さっき言った話ですからこれ、はい、お姉さんたちの話も聞かせてください、はい、お姉さん何やってるんですか、長女は、長女はあ結婚して、うん、子供ができて、うん、幸せな家庭を送ってると思います。普通そうですよね。はい。ね、はい。あ、おめでたいですね。2番目はあの気の強い。気の強い。2番目はあのティーチングプロですね。ゴルフの。やっぱ関係したんだ。はい、そうですね。ゴルフやったんだ。はい、ゴルフの道。やっぱりゴルフが大好きみたいで。好きなんだ。ゴルフに携わった仕事をしたと。で、じゃあ、誠さんが、はい、あのプロテスト受かった時は何つってました？すごい喜んでくれた。喜んでくれました。はい。家族みんなで。ねえ、はい。そうだと思うよ。うん、ねえ、うん、そうですよね、7年前12位に入った明治カップに出られなくて残念でしたね、はい、今後の活躍を期待します、はい、わかめちゃん3号52歳、静岡県駿河区の方ですよこれ、あ静岡県の方、うん、静岡県の方、はい、静岡市の方ですね、うんうん、だからいっぱいいるんですよ、ね、美人すぎる、やっぱりファンはいらっしゃいますからね、うん、そうなんですよ、うん、今どんな、ステップアップはやってましたね、はい、ね、ステップアップ出たり、うん、あと、まあ、ツアーの方もさせていただいて、ね、うん、はい、出たりしてます、あ、ね、ラジオネーム沼津ののっち隠れトモコファンいらねえそんなの、今日のゲストは女子プロゴルファーの竹村誠さんですね、ゴルフで悩みがあります、はい、私は56歳です、15年ぶりに去年からゴルフを再開しました、はい、アベレージが103ぐらいです、常に100を切りたいんですが、うん、どんな練習をすればいいでしょうか、はい、竹村誠さん教えてください、今日ゴルフに行きますが早いスタートなので帰りの車でラジオを聞いてると思いますということで、じゃあ今終わって聞いてるんですかね、多分そうかもしれないですね、聞いてくださってるんじゃないですかね、あもう終わってますね、はい、きっとね、はいはい、ぜひアドバイスをお願いできますか、そうですね、100切り、うん、アマチュアの方でアベレージが103ということで、だったら15年ぶりにやって103じゃいい方だよね、いいですよね、すごい、すごい、でもアマチュアの方ってやっぱり練習場にプロみたいに毎日行けるわけじゃないので、うん、ね、家の中でできるようなことがいいと思うんですよ、はいはい、気がついた時にできるようなことっていうのはやっぱり自分で鏡を見てどういう形が正解なのかって、鏡を見る、鏡を見ながらちゃんと肩を回してスイングできてる、言ってましたね、竹村さん言ってましたもん、肩を回せって、はい、スイングできてるのかとか、やっぱりシャドースイングで体にイメージをこう植え付ける、うん、やっぱり練習場行けないので、うん、イメージをしっかり体にこう染み込ませるっていうことですか、はい、うん、はい、そうですね、でそれがやっぱり女子プロのスイングとか見て、うん、自分のスイングがそれに似てるように鏡を見ながら自分でその正解、その女子プロの正解を見ながら自分もそれに近づけていくっていうのを気がついた時に家でできればいい、もしかしたらだからどのプロのどういうふうに真似しようってやっちゃった方が早いかもしれないね、鏡を見ながら、そうですね、トップの位置はこことか、うん、あの人はここまで行って、だから女子プロの方は左肩のところに口紅がつくぐらい回すとかね、よくね、はいはい、よくついてる人いますよ、いらっしゃいますよね、ファンデーションね、ファンデーションつきます、ついてるでしょ、よくここまでって ね白いの来た時ついてることありますもん、こうやって、そうです、そうです、例えばそういうことをやったりとか、だいたい、うん、竹村さんやっと私もホームは固まりました、本当ですか、決まりました決まったんですか、決まったんです、で LPGA が、あの推奨する、はい、あのテープがついてる、はい、あの古いやつあるし、はいはいはい、ね、はい、ゴルフグッズの、あれをあの NHK の番組やった時にもらったんで、 LPGA が伊藤さんから、振ってるんですか、振ってます、へ練習いかないんで、へえ、すごい、決まりました、そうなるんですか、ね、トップはこの位置で下ろすっていう、うん、前回やった時とは全然違うホームです、へえ、やっと決まりました、もう試行錯誤してね、うーん、
ね、それ決めないとね、スコアがね、100キロが100キロながらのがね、うん、決めないとダメですね。あ、だってだいい時もありゃ悪い時もあるってなっちゃうから、自分のフォーム固めないとダメだっていうのが俺のあれ、うん、あれで、やっと今固まった。へー、ここまで上げてこう上げてそんなもんで、うん、パクインビみたいなやつです。シンプルな、ね、シンプルなやつ、ね、かね、ここまで上げてスッとそのまま肩回してそのまま下ろすと、うん、へー、シンプルなやつをねやりました。個人的に一つ聞いていいですか。あ、聞いていいよ。あの、うん、私女子であんまり力もなくない、同じじゃん。いやね、これだけ華奢な体からやっぱりね、200ヤード以上飛ぶってことを考えると、うん、どうやったら飛距離がねこう出るか出るか、これだけ知りたい。飛距離は肩回せ、まあ、肩回すと、まあ、スイングワークが大きくなりますけど、ね、大きくなるからね、まあ、肩回すとか、あとはヘッドスピードを上げなきゃいけないですよね。これが難しいかな。ヘッドスピードか、はい、あ、私結構ゆっくりかもしれないです。いや、ゆっくりでもいいの。はい。でも短く持った方がいいかもしれない。そう、短く。そうなんですか。そう、短く持った方が。長い方が長い方が気がしますけど。あ、違うんですか。うん、違う。最初はちょっと短めに。そう、ちょっと本当にグリップを上げて、はい、そしたらあの早くなる。へー。ヘッドスピードが。明日ゴルフ行くらしいんですよ。はい、明日はちょっと 2,3 センチ短く。握った方がいい。全部握って短く、短めでいいですか。その切れがいい、はい、へえ、わかりました、うん、あ、これ明日に早速使わせていただきます。そう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 、ありがとうございます。ゆっくりで、別にゆっくりでいいね、踏んのは。へえ、うん、あ、もう本当は個人的にいろいろ聞きたいこともたくさんあるんですけど、もう一個いいよ。もういい。え、いいなら聞きたいですけど、うん、私部屋に前ね、あのゴルフのパターの練習、ね、買ったんですよ、はい、パターの練習しようと思って、あの練習は毎日してればやっぱ変わります。絶対変わります。変わりますか。絶対やった方がいいです。はい、あのね、ちょっとね、最後がねクイッと上がってるんですよ。そう、上がってるんですよね。だいぶ上がってます。そう、夜中に練習するんですけど、うんうん、よくそれ何メーターだ。3メーター、4メーター、3メートルないです。2メートルぐらいですかね。もう端の方で頑張ってやってるんですけど、それ何考えればいいですかね。当たるあれとか、あの下のラインついてます。白いラインあります。まっすぐたらないです。ついてないです。ついてない、ついてないパターン、うん、本当はついてる方がいいんですけど。いいよね。あ、そっか。はい、それにそれに沿ってヘッドをまっすぐ出せるから、本当は下にラインがついてるやつなんですけど。だからお前、あのテープ貼れ。あ、テープ貼ればいいんですね。テープ貼ってもいいですね。いや、全部じゃなくてね。はいはいはい、あ、そうか、あの振り出しのところあたりね、はいはいはい、そう、打つところだけでもいいんですけど、うん、あ、そうか、ボールに、ね、線は引いてるんですよ。いや、ボールなんかあのあんま当てにならないんだけど。それでも毎日やると全然変わってきますよね。そうですか。あ、いいと思います。よかった。はい、そうなんだ。そうなんですよ。買ったんです。買った。はい、買った。偉いじゃん。はい、頑張ろうと思って。夫婦でやってるんですよ。あ、それは聞いてないし。あ、それは聞いてない。それは聞いてないから。はい、まあ、いろいろね、あの、まだ聞きたいことありますが、うん、竹村さん、今後何かご予定が、ね、はい、ありましたら教えていただけますか。うんうん、来月にマンシングウェアレディースっていうレギュラーツアーがありまして。マジで。はい。はい、でそれに出場させてもらえるので、あら、はい、いいですね。はい、それマンシングに出て、はい、あとは QT っていうその来年 の、はい、予選会、それ頑張らなきゃいけないですね。はい、予選会もありますので。QT 良ければね、まずステップアップも出、はい、出て、それで成績良かったら本戦も出る、レギュラーも出れるようになるので。ああ、じゃあいいですね。はい、ね、これがいいですね。マンシングや。そうですね。はい、期待してますんで。はい、ぜひ南愛知の方で。南愛知ですか。はい、やってきます。え、何月ですか、それ。近いですね。9月 2,3 週目ぐらいですかね。9月 2,3 週目、はい、とはあの SBS もあのステップアップツアーかなんか参加してな、ねえ、な、社長ステップツアーかなんか参加してな、ね、はい、静岡ってあんまりこっちステップアップないんですよね。静岡はそうですね、去年ステップアップなかったと思います。ないですよね、はい、ないですよ。日本海とか九州とかあっち、あの、あ、中国地区が多いんですよ、意外に。あちらの方が、うん、だからもう、ぜひあの SBS でステップアップをやっていただいたらいいかなと思います。はい、です、ね、で、山陽放送の番組もあの竹村さん出たやつかもう8本撮りましたから、これからまた撮りますから、買っていただけたら、放送でもうできてますから。そう、山陽放送ね、あの同じ系列なので、ね、できてますから。あ、そうですか。そう、検討させていただけるといいかなと思います。上の者に相談してみます。そう、本当だな、お前。はい。ぜひまたね、このスタジオにも遊びに来ていただきたいと思いますし、まはい、はい、ぜひ、ね、これからも私たち応援していますので、はい、頑張っていただければと思います。はい、今日のゲストは美人すぎるプロゴルファーの竹村誠さんにお越しいただきました。はい、竹村さん、ありがとうございました。